中国版ミハイル・ゴルバチョフを求める声驚いた中国共産党を急いで書き込みを削除第20回党大会で習近平の再選がほぼ確定評論ついに総加速死になるかもしれない台湾が中国共産党軍の無人機を初めて撃墜中国共産党海軍の元中佐発砲して態度を明らかにすることが鍵ウクライナ反撃開始南部で全面抗戦 中国共産党、中共が第20回党大会の開催日を発表した8月30日、旧ソ連の最後の指導者であるゴルバチョフ氏が死去しました。ゴルバチョフ氏は共産主義政権の旧ソ連と冷戦を無血で終わらせ、歴史の流れを変えたとして国際社会から広く称賛されました。彼の死にロシア国民も非常に悲しみました。 <music> <music> しかしソ連が育てた中共政権は共産主義の墓掘り人であるゴルバチョフ氏の偉業に本能的に敵意を表しています習近平総書記はかつてソ連の劇的な崩壊を阻止しようと立ち上がる男児がなんと誰一人としていなかったと嘆いたことがあります その結果、中共はゴルバチョフ氏を経験教訓、いわゆる冒頭暴国、共産党の崩壊と結びつけており、彼に対する評価は部別的なニュアンスに溢れています。しかし、多くの中国人はそう思っておらず、さらに中国でもゴルバチョフのような人物が出現することを求める声もあります。インターネット上ではゴルバチョフを称賛し、中国版ゴルバチョフを求める書き込みが溢れています。 時代の偉人世界で最も偉大な男児ソビエト連邦を崩壊させるという一つの正しいことをしただけでも彼の名声をとこしえに伝えると書いた人もいましたまたゴルバチョフのような人物の早期出現を呼びかけようという民衆もいました理想のために最高の権力を手放し人類史上最も偉大な変革と再高を成し遂げられた中国のゴルバチョフは今生み育てられているかもしれない これらの書き込みに中共はすぐに恐怖を覚え、ウェブサイトの管理者が緊急に書き込みを非表示にさせ、関連書き込みに対する検閲を行いました。次のニュースです。第20回党大会は10月16日に北京で開催される予定です。中共の今までの慣例によると、同大会は約1週間開催され、23日の第20期中央委員会第1回全体会議で新しい政治局常務委員が誕生する見通しです。 中共の慣例によると任期満了を迎えるとし、例えば第16回、第18回党大会の会期は人事配分をめぐる各派の権力闘争のため、10月から11月に延期されていました。しかし今年はかなり早まっています。外部からは習近平は基本的に各勢力の問題を解決しており、再選に対してとても自信を持っていると見られています。注目すべきは今回会議の知らせの中に改革開放の文字が全く出てこなかったことです。 第20回党大会で習近平が再選されれば中国の左傾化がさらに加速されると分析されています。 邓小平这种跛脚鸭式的改革开放，已经造就了大量的权贵，这种政商一体的势力，他们都形成了一些隐形的割据的势力，他对中共的政权都构成了直接的威胁。所以呢，他实际上是在用共同富裕来打击、削弱各个山头啊、这些帮派啊、这些势力等等。第二十回党大会以后，习近平为党要守るために保，保，化，保，続け中共保，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 加速保，になる可能性がある。保，分析されています。 一旦他这回在二十大如果是连任的话，他在政治上肯定是趋极端左过，那在经济上呢，他会也是要趋于保守，就是实际上他是把把政治安全放在了第一位，经济建设已经让到第二位去了，所以呢，在未来的中国，这个经济下滑走到一种不平等模式，那么这样一个局面呢，对中国来说呢，是个非常可怕的事情。 国内的的日益有强大的反弹在国际上岸中共国,国际处境发生逆转全球的反共联盟已经隐隐成型在这种情况下习近平他如果选择保岛继续走向左转这条道路的话他最终只能成为中共解体的次のニュースです9月1日台湾軍は金門の領空に侵入した正体不明の無人機に対して警告射撃で退去させることができず撃墜したと知らせました 台湾軍が外島に侵入した無人機を撃墜したのは今回が初めてです。台湾はここ数日間、中共の無人機が台湾の禁門領域に繰り返し侵入していることに対し、自衛のために反撃するとの強い姿勢を示しています。 火曜日の8月30日に蔡英文総統がこの発言をしてから1時間足らずでさらに3機の中国の無人機が師匠大ン島二ン島に入り台湾の守備隊が信号弾を発射した後アモイに向けて飛んでいきました しかしその1時間後また一機の無人機が金門県二胆島の水域上空に侵入しました台湾駐留軍が警告後も離れなかったため初めて実弾を撃って追い払いました 連日、中共の無人機が台湾の金門県の上空を飛び、軍事目的を隠して民間と称す形で嫌がらせを繰り返しています。アメリカの台湾関係法では、台湾は台湾島や宝庫諸島など台湾を取り囲む小島のみを指し、外島の金門や馬祖は含まれないとされています。つまり、中国と台湾で戦争が起こった場合、金門と馬祖はアメリカの保護対象になりません。 宗教のグレーゾーンに対抗するには態度を表明することが最も重要なポイントになると言われています。最後のニュースです。 ウクライナ大統領府は8月30日にロシアに占領されたウクライナ南部ケルソン地方で激しい戦闘が発生した後ウクライナ軍がさまざまな方向から反撃をし全面的な抗戦があったと発表しましたウクライナケルソン地方議会のユーリー・ソボレフスキー副議長は31日メディアに軍はケルソン、ベリスラフ、カホフカの3つの地区で成功を収めたと述べました ロシア側はウクライナの攻勢は崩壊しウクライナ軍は人員と装備に甚大な損害を被ったと示していますこの他にロシア軍に砲撃されたミコライフ港にあるウクライナ最大の農産物ターミナルの倉庫は31日砲撃後の煙が確認されましたウクライナのゼレンスキー大統領は29日のテレビ演説でウクライナ軍はロシア軍を国境まで追いやると述べました また、ロシア軍が自分たちの命を守りたいのなら、今すぐ逃げて家に帰るべきだ。ウクライナは自国の領土を取り戻しつつあるとしました。ウクライナ大統領事務所は31日午前の戦況報告で、ケルソン地方のほぼ全域で激しい戦闘が起きていると発表しました。強力な爆発が昼夜を問わず続き、ウクライナ軍が各方位から攻撃作戦を開始したと主張しています。 ヘルソンの北 70km の前線に近いベレズネグバテの街でフランス通信社 AFP の記者は道路脇で休んでいるウクライナ兵を見かけると同時に砲撃音を聞きました60代の兵士ビクターさんは私たちは彼らを遠いところに追いやったと話しました外部は8月の初め以来ロシアはヘルソンを流れるドニプロ川の西岸に援軍を送り攻勢を推進させるために最大の努力をしてきたと見ています しかしウクライナ大統領府はウクライナ軍がこの地域のほとんど全ての大きな橋を破壊しケルソンには歩道しか残っていないと発表しましたそれにより約2万人のロシア軍がケルソンに閉じ込められ容易に補給や増援を受けられないため全滅の危機に瀕しているといいます兵士不足の問題を受けロシアのプーチン大統領は8月25日来年1月からロシア軍を10%拡大し115万人に増やすとの法令を発布しました アメリカ国防総省の関係者が匿名で、ロシアは新兵の徴用を拡大しようとし始めた。さらに、新兵の年齢制限をなくし、囚人も招集し、戦争に駆り出していると AFP に語りました。たとえ多くの新兵を入隊させても、年末にロシア全体の戦力を効果的に拡大することはできないと明言しています。 ロシアと中国共産党の同盟は第二次世界大戦後の欧米が主導する民主的自由主義的な世界秩序に挑戦しようとしていると指摘されていますロシアのウクライナ侵攻および中共による台湾への武力統一の試みなど中国ロシアが世界に挑戦する具体的な行動が見られていますしかし欧米はウクライナがロシアを打ち負かすために経済的および軍事的側面から絶対に支持するでしょう これは中京が台湾侵略の考えを抑止することにもなるからです。また、関東省に次ぐロシアの経済力は、同国にとって敗北は時間の問題であり、いかなる方法で負けるかだと言われています。時間がかかればかかるほど、ロシアが敗北した後の結果は悪くなります。現在の苦境に直面し、ロシアのラブロフ外相は、31日のイベントでのスピーチで、ロシアのジレンマを明らかにしました。 ラブロフ氏は欧米から世界的な経済制裁を受けていることを認め欧米が我が国を解体しようとしていると主張しましたまた我々自身以外に頼る人がいないことを認識し準備すべきだと孤立無縁に陥っていることを明かしました今日の疫情最前線就到2度大家各位收看守護真相绝对不会放棄我們は坚守需要大家大力支持更加需要大家訂閱我們的 p a t r e o n 我是 Zach 下次再同大家见面 畀多啲鼓励我哋。